教えてほしい。君の一押しの小野大輔ボイスは誰？キャラメルコックポーン。俺の名前はトール。推し声優の出ているアニメは決して見逃さない男だ。今回は友達と宅飲み中での出来事。ねえねえトールくん、昨日友達から小野大輔さんって声優がすごいいいから絶対聞いてって言われたんだけど。オノディだ。え、オノディ？長寿番組から誰もが知っている作品のリバイバルまでビッグタイトルの主役を演じ続ける男、それがオノディこと小野大輔なのだ。え、何そのテンション。小野大輔は1978年5月4日生まれ、高知県出身、日本大学芸術学部放送学科卒業。突然何？私ついていけてないんだけど。ラジオ番組制作の仕事をしていたが、ラジオドラマの役者が足りなくなって急遽出演することになり、この体験がきっかけで声優を目指すようになったんだ。へえ、そうなんだ。ちなみにどうして小野 D って呼ばれてるの？声優界には小野や大輔って名前が多いって理由らしいんだ。例えば小野賢章、小野勇気、大輔で言えば岸尾大輔に波川大輔、平川大輔。小野も大輔も多くて間違えちゃいそう。実際声優の堀内健雄が舞台袖から大輔って呼びかけたら何人もの声優が振り返ったという事件が起こったんだ。上の名前で呼んでも下の名前で呼んでもどっちも多くて混乱しちゃうんだね。やばい、なんとかしなきゃってことになった。ある日、同じく声優の近藤孝之が小野 D って呼び始めたんだ。そのニックネームを小野大輔本人が気に入っちゃって広まったという感じだね。へえ、なるほどね。ファンからしても小野 D ってなんだか呼びやすそうだよね。小野 D さんっていかにもヒーローって感じの声だけど、どんな作品に出てるのかな？やれやれだぜ。では早速答えていこうじゃないか。あ、やば、なんか変なスイッチ押しちゃったかな。まずはジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースの空城城太郎だ。ジョジョシリーズの中でも圧倒的人気を誇るキャラだね。小野 D さん、城太郎だったんだ。私ジョジョの漫画はすごく好きなんだ。今度アニメ見よっかな。スタープラチナ、オラ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 。え、ちょっとマジで近所迷惑だからやめてくんない？あ、ごめん、つい。よし、気を取り直して、次は宇宙戦艦ヤマト2199、宇宙戦艦ヤマト2202、愛の戦士たちの古代進むだ。古代進む？すごっ。そして次は銀河英雄伝説ディ・ノイエテーゼのボルフガンク・ミッターマイヤー。さらには映画この世界の片隅にの水原哲も演じているんだぜ。あの男の子もオノディさんだったんだ。そして俺も個人的に好きなキャラクター、黒執事のセバスチャン・ミカエリスもオノ大好きだ。え、そうなの？めっちゃいい声だと思ってた。セバスチャンみたいな執事がいてくれたらな。あくまでトールですから。は？また出てしまった。次はロード・エルメロイ2世の事件簿に登場するアッドだ。え？何このサイコロみたいなやつ？この声もオノディさんなの？サイコロって言うなよ。アッドはグレイが所持している魔術霊槍といって魔術を使うための道具なんだ。まあ武器みたいなもんだね。へえ。続いてサイキック層の災難の粘土力だ。口癖のあが本当にアホっぽくて実にいいぞ。お？似てねえな。あ、そうだ、このキャラを忘れちゃいけなかったね。2006年放送の大ヒットアニメ鈴宮春日の憂鬱、そこに登場する小泉いつきさ。え、小泉くん、そうだったの？おそらく春日でオノディを知った人が多いんじゃないかな。本当に演じられるキャラの幅が広すぎる。個人的には小泉と杉田智和演じるキョンとのやりとりが最高に心地よかったな。そして最後はなんとあのおバカキャラおそ松さんの松の十始末。え、嘘、あの十始末がオノディさん？異常に明るく異常にバカだけどなぜか憎めないキャラだよな。常に口が開いていて時々目の焦点が合っていない。これも視聴者の予想を軽く振り切る演技だった。今日はオノディさんのことをたくさん知れてよかった。ありがとうトールくん。君もオノディの魅力に気づいちまったか。もっと彼の魅力を知るには主役やヒーローだけじゃ足りないのだよ。突き抜けたアホやバカも見事に演じ切ってしまうのがオノディこと
小野大輔なのだ。君の一押しの小野大輔ボイスは誰？コメント欄で教えてほしいな。みんな見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。